皆さんどうもごきげんよう。アニメアンネームドメモリーを制作中島由紀です。ごきげんよう。アニメアンネームドメモリーティナーシェイク種崎あずみです。どうして笑ってるんですか種崎さん。なんでですかそんな感じな。あ、どうしたですか。頑張ってついていきます。よろしくお願いしますよ。お願いします、さあ始まりました、ラジオアンネームドメモリー。この番組は4月から ATX 東京 MX MBS BS11 にて放送がスタートしているテレビアニメアンネームドメモリーを大フィーチャーしながら、アンネームドメモリーのいろんなことをおしゃべりして、アンネームドメモリーを全力で応援する番組です。声でかっ。うわー応援するぞ。わーいわーい。はい、ということで、そうですよ、はい、記念すべき第1回目の配信です。はい、ラジオが始まりましたけども、はい、4月3日にですね、 YouTube ライブでアニメの、あの放送直前特番というのをやらせていただきまして、見ました。ありがとうございます。第1話の、先行配信と、それに付随して、僕と、梅田くんと夏吉さん3人で、わちゃわちゃするっていう。梅田さんって梅田なんやって思ってた。確かにどっちなんやろ。そうですね、自分で言ってました、はい、梅田修一郎。どっちなんです。どうします。まあ、どうします。別にいいか、好きなようにね、はい、上、はい、いつかね来ていただいたら、そうですね、言及できますよ。どっちなの、はっきりさせましょう、その時に。紅茶は田中さん飲みます。好きです。じゃあどうぞ。え麦茶のような。麦茶これ、これなんだろう。なんか甘い。あ、これがキーモンらしいですよ、この生配信で話題になった。そのキーモンを当てましょうみたいな。あ、なるほど。私そこにいたら当てられたかもしれないです。なんか飲んだことないやつだなっていう。確かに独特ですね。今ねキーモンって答え書いてくれましたけど、こっちから見るとサーモンに見えましたけど、うん、それいや、サーモンティーは美味しくないでしょ多分独特な魚の臭みがそうですけどね。まあ、あのお茶のシーンが、まあ、よく出てくる、うん、ティナシャも入れてますし、すね、今後あのルクレツィアとか出てきますけど、うんうん、ルクレツィアもお茶をこう振る舞ったりとかねしてくれますからね、うんうんうん、そういうのに絡めたコーナーであったりとか、うんうん、いろいろやりましたけどね、うんうん、どう届いたんでしょうかね。楽しんでいただけてたらいいんですけどね。あの本当にあのメールにもあったんですけど、はい、この3人でどうなるんやろうって思って見てたら面白かったです。あ、よかったです。ずっと見ちゃいました、はい、梅田くんとは、まあ、あのラジオで一緒に喋ったりとかあったんですけど、うんうんうん、生配信初めてだし、うん、夏吉さんとああやって喋るのもほぼ初めてだったんで、同期っていいなって、ね、同期2人でわちゃわちゃし、なんかすごかったですね。はい、あのあんな夏井さんが見られることもあんまないんじゃないですか。めちゃめちゃ、いや、ね、思いました。こんな方やったんやと思って梅田くんにバシバシ言ってて、いい、ね、あれ最高でしたけどね、うんうん、はい、そんな、生配信を踏まえて、うん、今回から、ラジオが、はい、僕と種崎さん2人で始まるということで、はい、あの現場ではなんかちょこちょこ会ったり会わなかったりしてますけど、夏井喋るのはアフレコぶりとかですかね。そうですね、お久しぶりです。お久しぶりですね。お互いのことなんて呼んでるのって書いてあります。え、私名前呼んだことありましたっけ。おいおい呼んでくれよいやでも勝手にあのご本人がいないとこでは吉木さん吉木さん言ってますが、僕は種崎さんと呼ばせていただいてますけど、何ですか名字え、種ちゃんですか、いいんですか、何でも、はい、いやでもそれ多いですけどね。そんなメールも来てるんですよ。